ないけどね。ジャイブちゃんが来てくれてます。お久しぶりです。じゃあよろしくお願いします。今日一日ね、地獄色公園よろしくお願いします。でもアルディだそうです。かわいい、すごいかわいい、マダムアルディちゃん。これピンクっぽいですね。あ、本当だ、かわいい。マダムアルディって白ですよね。結構いい匂いするんですよ。本当ちょっとくんくんいいですか、うん、すいません。今日はふーちゃん、イブちゃんのお家のローズガーデンに来ています。越後丘陵公園のねお近くなんですよ。かわいいバラがいっぱいです。ふーまくんです。こんにちは。こんにちは、ふーまくん。はい、それじゃあね、ふーまくん、バラの名前わかるかな。はい、どれかな。このバラです。このバラ見たことある。ありますよね。はい、このバラは、はい、匂いがとてもいいバラです。あら、はい、すごい匂い、香りがいいバラ。はい、名前は、名前はちょっとお父さん教えて。レイカです。レイカです。レイカちゃん、レイカちゃんね、香りすごくいい、はい、レイカちゃんです。はい、レイカちゃん、はいはい、ありがとうございます。次は、次は次のおすすめ、はい、おすすめはどれかな。くんまくんのおすすめ、ちょっと狭くなっちゃってる。いいです、ありがとうございます。前回よりもパワーアップしてますね。これいいですね、これいいですね。これちょっといい感じ、すごい。ちょっと見てもいい、ふーまくん。ちょっと目移りしちゃった。マサラちゃんらしいです。こんなにすごい、吉池製造さんの、吉池製造さんの、はい、いいですね、この吉池製造さんの、自分のお孫さんの名前をつけたって感じですかね、はい、お孫さんの名前、マサラちゃん、ね、こんな大きくなるんだ。綺麗、ちょっと教えてくださいます。はい、フラワーデコレーター長島です。フラワーデコレーター長島、はい、吉池製造さんのやつ、ね、吉池、はい、製造さん、はい、金賞取ってるやつ、黄色金賞公園、じゃあ香りのバラ、うん、ちょっと香りのバラ、うん、すごい甘い香りがしますね。うん、吉池製造さんの、もう一度。フラワーデコレーター長島です。はい、フラワーデコレーター長島さんです。はい。はい、じゃあ次教えてください。マッカートニーローズです。ザ・マッカートニーローズ。はい、ポール・マッカートニー。あ、ポール・マッカートニーのローズ。はい、あ、そうなんですね。葉っぱがなんか大きいですよね。ですね、ありがとうございます。次お願いします、はい、ちゃんです。アンテラちゃん、あ、ちょっと色がね、ちょっと変化していきますね、ちょっと黒っぽい感じ、うん、黒っぽい感じから、はい、リパブリックマンマルタル、リパブリックルーモンマルタル、ルーガスクね、リパブリックデーマンマルタル。ちょっと言いづらいな。はい、この小松ガーデンさんの、あ、小松ガーデンさんの、オレンジ系でも、オレンジ、うん、はい、なんだっけ、後で教えてください。かわいい、はい、中に紙があるんです。中に紙があるね、そんなもんですよね、イントゥーション、はい、わお、なんかこれが模様が素敵ですね、レッドイントゥーション、レッドイントゥーション、育ちが、おー、かわいい、はい、香り飾りちゃん、はい、といえばもう今幻に近いですよね、刑事さんのね、バラですね、はい、はい、刑事さんのバラこんなに大きくなるんだね、香り飾りちゃんです。違う、実はね、ふーばらチャンネルのパパさんね、ほら、オリオンプランターでね、育てられてるんです。オリオンプランターね、ほら、こちらもあちらもオリオンプランターですよ。ね、ウルオンプランターファンのために
ちょっとお願いしたいです。教えてください、はい、どんなですか、ドンドンプランターで育てられてて、はいはい、まあすごくよく育ちますね。あ、育ちますか、うん、はい、これ何年目ですか。これが3年目。3年目でこんなに元気よく育ってますね、はい、こちらは積雪の多い地域ですけど、はい、どんなですか、対策は。対策ですか、うん、特にはしてないんですけども、うん、まあ、とにかく、うん、まあ、お水を切らさないように気をつけて。お水はどこからあげてますでしょうか。ここからあげちゃってますね。ここから、はい、はい、うちおじちゃんのパパさんは上からあげてます、はい、どれぐらいの頻度であげてますか。まあ、表面乾いたらあげてますね。表面乾いたら、じゃあ、まあ、もうそんなに深く思うことはなく、表面乾いたらあげる程度で大丈夫なんですかね。ということで、私はね、ちょっとね、カラカラになるぐらいまで頑張ってみようというふうに言ってますけれど、それでこのぐらい育つんだったら、でも表面乾かないとダメですね。どうでしょう。どうなんでしょうかね。どうなんですか。ちょっと表面乾くと心配になっちゃうんで。あ、心配な、でも心配になっても根腐れしたことはないでしょうか。ないですね。ないですね、ということです。ないですね。あ、そう、はい、それはね、安心ですね、うどんプランターの方ね。はい、わかりました。参考にね、はい、一回肥料とかあげても、うん、下に溜まるから、はい、無駄がないと思うんですよ。液体肥料ね、無駄がないということですね、うん、だからよく育つ、流れないですもんね。だから揚げる量もちょっと少なめでもいいかなと。そう、私それを感じてます。半分にしてます。何ですかね、肥料揚げすぎて、普通に揚げてたら塩が溜まったことがあります。水苔がね、出ちゃうんですよ。うん、はい、入ってきちゃうっていうか、はい、栄養がいっぱい土に溜まっちゃって、はい、苔が育っちゃうんですよね。苔が育って、それはどう対策されてるの。表面削り取って新しい土を足すようにして。あ、表面削り取って、はい、あ、そうです。うちはそのままほったらかし、うん、はい、苔さんは苔さんで頑張ってという感じ、うん、あ、そうなんですね。そうだったですね、うん、これはとまた可愛いシックですね、うん、すごいシックな感じ。名前が、はい、また教えてください。赤玉土の、大きいのがありますけど、うん、赤玉土をされてるんですか、ここ。そうですね、うん、はい。あと、バラの土を混ぜて。赤玉土とバラの土を混ぜて、こんな風に。すごいな、赤玉土とバラの土。あ、ぶっちゃん、どんなですか。好きなバラはありますか。イブちゃんの好きなバラ、はい、それがいい。どの子が好き。この子、この子、イブちゃん好きなの、この子。これは誰ですか。これは忘れちゃった。いいんです、忘れてもいいんです。おばあちゃんもしょっちゅう忘れてる。大きいね、これ。でっかい、でっかい、すごい綺麗に咲いたね。すごい。この子も可愛い。いいやのにね。ひちゃん、イブちゃん、パパさん忙しいけど、こんなにたくさん育てられてすごいですね。で、この子、ボンサール？ピエル・ボンサール？ピエル・ド・ボンサールちゃん。ここに壁にはばしてますね。すごい。すごいですね。どうです。これはサントローゼミサト。あ、ミサトちゃん、これだ。ミサトちゃんが大きくなるの、もう切り込んでいかれてるんです、うん、まだまだ、今満開になった状態です、ね、あ、そうなんですね。ミサトちゃん、こうシロブだから大きくなるでしょう。そうですね、ね、剪定バスッとされるんです、うん、あ、今年は結構切っちゃったんですよ。あ、はい、剪定をよくされて、これぐらいがいいですね。そうですね。あんまり大きくない。そうですね。うん、あんまり輸入する場所がないんで。うん、はい、いいじゃないですか。ね、まあ、ちょっと、挿し木、これ全部挿し木だそうです。はい。元の木よりもよく育つんですよ。あ、ちょっと待ってください。これジュビレちゃん。こちらの、うん、
ってみれプリンセスデモナコちゃんのこう株がすごいね、それ、うん、もう15年くらい15年株、うん、15年株だ、これ横張りですか、横張りやね、うん、これがね、パパさん大好きでね、1、2、3、4、5、細くなって10円は本当は太くならなきゃいけないんだ、うん、はぁ、はぁ、はぁ、どんどん細くなってきたからね、太くなってきて、うん、それでウルオンに植え替えちゃった。じゃあ、挿し木？挿し木にしたらよく育つんですよね。ウルオンもこっち挿し木したんですね。で、よく育ってて。ああ、挿し木の方がなんか元気。挿し木の方が若いから元気なのかな。すごいですね。ジブレプリンセスドモナコちゃん。いいですね。すごい、ウルオンプランターのローズガーデンですね。本当、すごい。この子は誰？これがあのバラの家の、はい、なんか難しい名前のやつ。なんだろう。ちょっとあの違いますよね。あのうちが育ててる、なんだったっけ。あの難しい名前の。難しい名前ね。バラの家のさ。わかんない。あの一生懸命になればなるほど分かんなくなるもんです。不思議ですね。私も一回止めてまたね写し直してます。これは違うプランター。これ何リッターぐらい？3リットルぐらい入る。これは一週間に一回はといかないですね。そうですね。うん、こちらのいちごの方でも一週間に一回は無理。ということですね、こちらもね。はーい。一応ね、こういう底面型に、パパさんお忙しいから、されてるんですね。5秒とか、うん、すごい。虫がいっぱいついてたんです。無農薬だそうですよ。何にも。今年手抜きして、手抜きして。狙ってやったんだって、たまたまでやらなかったら。たまたまやらなかった。今年、この辺、青して。うん、ねえ、すごい、うん、はい、今年無農薬でも育ったそうです。すごいですね。いや、無駄目もしない。すごいね。たまたまだと思うんですよ。たまたま、今年結構あの虫はもう来なかったんです。あ、何もなかったですね。ヨハネパウロ2世、ヨハネパウロ2世って香りがいいということで有名じゃないですか、うん、ちょっとくんくん初めてです。ちょっと雨でダメかもしれない。ウルオンプランター、これ3ヶ月効くと書いてますけど、うん、これを3ヶ月に1回巻く、うん、パラパラっと巻くくらいですね。パラパラっとちょっとね、うん、薄めに巻くって言われてましたね。これだけで育ってるらしいです。素晴らしいですね、うん、皆さんにいろいろやっぱり挑戦してみないといけませんね、うん、一人の人の育て方だけではわからないんです。私の、ね、YouTube だけ見てたんじゃ育ちません。パパさんはこういうことでございました。邪道なんです。いいね、大丈夫、はい、いろいろやってみなきゃね。はい、ありがとうございました。